なだぎチャンネル。いやいや、それではなく、そのどれどれ追い詰められてよくわからんのだ。弱肉強食、弱いものは食われ強いものが食う。今仕事できないよって自然に言っとるわけだ。我慢ができないよって言うのは仕事ができないよってことなの。だから私はもう何もできないよってことを言ったのよ。あなた、その男は虎たちの格好の餌食となった。いや、今すごい発狂がその世の中で問題になってるか、ね、私も非常にわからない。何がしたいの、あなた。何がしたいんですか。食われる。殴りますわ。食われる。なんで喧嘩だよ。食われる。なんで喧嘩だよ。だが赤出しで行くならまあ出しますよ。一体何が。その一部始終を見よ。それでは次の志願者の方どうぞ。では本日の所持金の方をテーブルの上へお願いします。お名前は。早川慶一郎と申します。本日の希望金額は1200万円。その使い道は。発狂代行サービスっていうのを始めたいので、その資金で、1200万円。今あなたおっしゃったその何ですか、はい、発狂代行サービス。代行サービス、はい。それは私よくわからないんだけど、どういった商売なの。それはどういった仕事なの。発狂して発狂というのは、発狂というのは追い詰められて叫ぶ発狂。あ、そうですね。そうです、そうです。叫ぶ発狂なの。当たるも発狂。あ、いや、それ当たるも発狂。あ、その発狂ではない。当たるも発狂なの。いや、当たるも発狂なの。いやいや、それではなく、そのどれどれ追い詰められてよくわからんのだ。あなたが言ってることすごくよくわからんのだ。私発狂わからない。発狂するはわかります。発狂、その発狂がわからない。発狂がわからない。わからんのだ。人からこう追い詰められたりするじゃないですか。その上司であったり。誰が上司。上司に追い詰められるの。上司に追い詰められて。なんで発狂するの。なんで発狂するの。追い詰められて精神状態が崩壊して我慢ができないっていうわけね。あ、そうそうそう、そういうことです。ん、我慢ができなくて精神が崩壊して。 なぜ発狂する。なんで我慢できないの。いやいや、それはその発狂できない。あなた仕事できないよ。いやいやいや、仕事できませんよ、我慢できないと。今もう言っとるわけだよ、あなた。何もできないんだ。もう今仕事できないよって自然に言っとるわけだ。いや、私は仕事はできますね。今ね、あなたね、はいはい、あなた自分でね、墓穴を掘ったんだけどね、我慢ができないよっていうのはもう仕事ができないよっていうことなの。だから私はもう何もできないよっていうことを言ってるの、あなた。その問答無用ですわ。そんな人がね、1000万円以上のお金持ってみなさい、あなた。むちゃくちゃになりますよ。いや、どういうことができるの、あなた。それで、そういう人間がね、はい、どういう商売ができるというの。うん、私がね、むちゃくちゃになりますよ。そんな人間が1000万以上のお金を持ったらむちゃくちゃになりますよ。あなたみたいなものが何ができるというの。1000万以上のお金を持って、ん、何ができる。
その発狂、発狂はいいよ、もう発狂のサービスなので、発狂はしなくていい、しなくていい、いや発狂しない、しないようにするために、しなくていいのだよ、発狂しないで仕事してちょうだい、社会人はそうでしょ普通、なぜ発狂、いや発狂してしまう人がいるので、それを救うための、発狂はしなくていい、発狂してる人間にね、あなた1000万以上のお金誰が出しますか、いやその私が発狂するわけではなく、誰が発狂するの、出さんのだよ、誰が発狂するの、誰が発狂するのか、一般の方が、はい、答えて、一般の方発狂してますか、発狂した人そこら中にいますか、いっぱいたくさんいるんです今世の中に、そういう人がどういう商売ができるの、発狂してる人間が、発狂してる人に、この発言で2匹の虎が牙を剥いた、発狂、発狂味噌、発狂味噌なの、名古屋の発狂味噌、その発狂味噌ではないんです、発狂味噌で商売したいの、違うんですよ、その名古屋に行ってくださいよ、味噌、いや今すごい発狂がその世の中で問題になってる、何言ってるか私ね非常にわからない、何がしたいの、あなた何がしたいんですか、味噌味噌言って、いや味噌味噌を作味噌を作りたいの、いや味噌を作りたいので1000万ですか、高いですわ、説明をちょっと、1000万以上のお金ね、味噌を作りたいためだけの男に誰が出すの、うん、1000万以上の味噌ということに なりますわ、あほんだら1000万以上のお味噌誰が食べるの、味噌の話はちょっとしてないんですよ、味噌でしょ、味噌の話は一切してない、1000万以上の味噌を誰が買うの、味噌の話してるじゃないですか、味噌の話がしたいの、いや違います違います、だから名古屋に行って味噌の話するんでしょう、しとるんですよ、ちょっと本当に聞いてください、その発狂をする発狂をしてる人間に誰がお金出すの、だから私が発狂してるわけじゃないんですよ、発狂味噌でしょう、発狂味噌、発狂味噌の話、名古屋に行くのですか、名古屋も行かないんです、だからその私はその世の中で発狂しそうな人の代わりに発狂するっていう、発狂味噌ですか、ね、赤だしもある、日本には赤だしもある、白だしですか、味噌の話はしてないんですよ、だから私は白だし、え、それ聞いてないので、私は知る、何が何でも白だし、赤味噌もついてます、あのちょっと本当聞いていただきたいんです、その私お弁当に赤だしがついてますね、そんな話してませんよね、営業に行ってね、漫才師がね、どこから来ました、私らギャラお弁当1個、いやいや違います、赤だしがついてますね、歌メリマリの名漫才です、その話してないんですよ、あなたはそれを言うとる、赤だしがついてるんですよ、言ってないですよ、赤だしがついてますねんという言いたいんですよね、言いたいんですか、言いたいんでしょ、お弁当1個だけじゃないよ、ギャラはお弁当1個だけじゃないよ、ないよ、赤だしがついてますよってことを言いたいの、説明聞いてます、ちょっとあのこっちは真剣に話してるんですよ、お弁当1個じゃないよ、全然聞いてないじゃないですか、発狂お弁当ギャラはお弁当1個じゃないよ、うん、赤だしがついてますね、いや言いたいわけでしょあんた友達に、それはちょっとそんなのは私はビジネスとしてもね、おべだって売上がお弁当1個、お弁当は話してないんですよ、で違いますよ、違う違うよ違うよ、お弁当も1個じゃないよ、あ違うんか、お金もついてるんやなと思いきや赤だしがついてますねそんなもんね、ビジネスにならないよ、それでどうやってビジネスするのあなた、うん、赤だしがついて、赤だしをついたところで、赤だしの話はしてないんですよ、どうビジネスになるのそれが、私たちはね、お金儲けするためにここにいるの、何もね、このね、大金を見せびらかしてるわけじゃないのよ、そうよあなた、はい、ね、お弁当1個じゃない、はい、と赤だしがついたところでどうこのお金、大きいお金を動かすわけ、あなた自分でどう動かすの、このお金動かしてみなさい、だってギャラがお弁当1個なんですもん、いや違うよ、あ違うんだと、ギャラが出るんだな、ね、ま、ギャラ出るんだな、1% も話できてない、正式なギャラが出るんだなと思いきや赤だしがついてます、聞いてますかちょっと、ということをあなたはプレゼンしようとしてるんですよ、そういうことをプレゼンしたいんでしょ、例えなんですか、いや違うんですよ、あなた言ってることよくわからんのだよ、よくわからんのだよ、だって虎たちの執拗なダメ出しになすすべを失った男は思わず逆ギレをする、ちょっと聞く気あるんですか、ちょっと、だがあなたね、そんなん言うてね、え食いかかって、
いやいや、それはそうでしょう。だってサービスの話を、あなたはね、言ってることが意味わからないのですわ。いや、意味は分かりません。そんなもんね、だってあなたが言いたいことはお弁当1個ということでしょう。全然そういう話してないんですよ。だから、いや、ギャラはそれだけじゃないよ。お弁当1個なのかな。お弁当、それギャラはお弁当じゃないよ。うん、じゃないんだ。正式にギャラが入ってついてくるよ。ついてくるなと思いきや、赤だしがついてますね。聞いてました。それでおしまいなんですよ。そんなもんね、それがメインなんですよ。最大のボケが赤出しなんです。それで笑い増しをしてしまうっていう歌メリマリの凄さなんですよ。歌メリマリの話してなかったじゃないですか。ちょっとは本当聞いていただけませんか。笑い来るかなと思って客席見回してましたわ。そんな話してないじゃないですか。3秒間です。3秒間客席3秒間見回したんですから。赤だしがついてますよって言った後に、うん、あんた見れますか、あなた見れますか、3秒間歌メリマリの最大のボケ、うん、赤だしがついてますよ。お弁当1個買えない。いや違うんですよ。あ、違うんですね。ギャラが出るのかな。いや違いますよ。赤だしがついてますよ。いろいろあの資料とかもね、あの、あ、見れますか、3秒間3秒間赤だしがついてますよというボケの後に、客席にあなた3秒間見れますか、資料とかもあるので見てください、一度見てください。じゃあ赤だしがついて、赤だしがついてる、赤だしがついてるんですか。そこが肝、うん。お弁当1個なの。いや赤だしはついてないです。お弁当1個なの。ついてなきゃもう話になりませんわ。お弁当1個なのギャラは。じゃあお弁当1個なの。じゃあ赤だしがついてなかったらお弁当1個で終わり。いや違います。あ、違うの。違う、何がついてるの。ギャラがついてるのかな。赤だしがついてますね。そこで お客さん、はい、お客さん3秒見て、3秒見て笑い待ち。笑いはこんですわ。これ何なんですか、これは。それであなたよく商売ができると思いましたね。それで商売の話を しに来てるんですよ。私は名古屋です。私出身名古屋。瀬古老寺十一郎56歳、バカセコバカケチのリサイクルショップ社長。わからないを連発するこの男を志願者は分からすことはできるのだろうか。小林謙虚46歳、創作料理店を全国にスーパー謙虚に展開。彼はもう歌メリマリ以外に興味はないのか。そういうことを言ってるんです、あなたは。ビジネスとはね、ビジネスはそういうことなんです。そういうことですわ、一切喋れてないんですよ、私。あなたは ここに書いてあるんでしょ、また、はい、お弁当1個って書いてないです。お弁当1個、赤字がついてませんって書いてるんでしょ。書いてないです。これをわざわざ書いてきて、え、いやいやいや、こんなもん、お弁当1個。いや、それは一切書いてないです。逆に聞く、はい、お弁当1個なんですか。いや、お弁当1個ではないです。あ、違うの。あ、違うの。違います。何があるのかな。何がついてるのかな。いや、何がついてるかっていうのは、その発狂を売りにしようっていう話をしてるんですよ。発狂味噌でしょう。いや、だから違うんですよ。その味噌じゃないということは赤だしでしょ。赤だしでしょ。聞く気ありますか。じゃあ赤だしって言ってみてください。赤だし。その後3秒間見てください、お客さんを。こういうわけでしょ、うん、右から左へ、うん、やってみなさい。やりたいんでしょ。私たちの、うん、私たちのギャラなんてお弁当1個。いやいや違います。違う、赤字がついてますね。で3秒間右から左へ客席見る、ね、ボケましたよって顔ですよ。それはもちろんボケましたよ。私のボケどうですかって顔ですよ。それはもちろん。これは何、それでやりたいんでしょ。関係があるんですか。顔でやりたいんでしょ、商売を。顔で、あ、顔でやりたいの。顔でしょ。あなた、私何も言ってないですよ。あなた、 あれでしょ、あだ名顔でしょ。自分のか、自分のあだ名が、あだ名が顔。顔、顔でしょ。言われたことないです。あだ名が顔ですか。顔で呼ばれてきたんでしょ。いや、言われてないです。友達から、おい顔って言われたんでしょ。ちょっと話が全くわからないんですけど。顔でしょ、あなた。私ちょっとビジネスの話を。顔って、ビジネスよ、それはビジネスよ。ビジネスの話一切ないじゃないですか。それはビジネス。私たちはビジネスをやりたいの。ビジネスをやりたい。あなたビジネスやりたいんでしょ。いや、やりたいです、やりたいです。赤だしを作りたいの。赤だしの話はしてない。赤だしをつけたいの。赤だしつけたいって話はしてないの。お弁当1個、お弁当1個で、ギャラお弁当1個。いや違います。いやいや違います。違いますよ、うん、あ、なんだ、違うんだ。赤だしがついてますね。でよ、その後、その後顔でやりたいんでしょ。いや、やりたくないんですよ。顔でやりたいんでしょ。それで誰がお金を出すの。それとその顔で誰がお金を出すの。だからお願いをしに来てるわけじゃないですか。そんな顔で、その顔でお金を出すんですか。そんな顔の人が、ね、顔で私1000万以上のあなたお金持ってみなさい。それ偉いことになりますよ、ね、私も顔で商売しようっていうのは一切言ってない。うちの社員やったらね、殴りますわ。いや、その危ないのさ。
言うてない。いやそう。だからアホンダラはまだ言うてない。言いますわですから。うん。あ、アホンダラは。アホンダラ言いますわ。言いますわですから。まだアホンダラ言うてない。言ってない時代。うん。今後。今後言うぞと、俺は言うぞと。言うぞという意味で。アホンダラ言いますわ。言いますわですから。うん、今後アホンダラ言いますわっていう予告をしたまでです。何だからまだアホンダラとは言ってないんです。言ってないです。なんで説明されてるんですか、これ。だからアホンダラと言いますわという予告だから。そうでしょ。だから普通のテンションで言うと、あいつにアホンダラ言いますわ。なんだけどね。なんだけど。ただテンションが高かった。はい、だけどまだは言ってアホンダラとは言ってない。うん、そうでしょ。いやちょっとまたそういうことでしょ。だからこんなもんね、うちの社員がね、こんなん見せてきたら、はい、アホンダラ言いますわ。だからまだ言ってない。言ってないですね。うん。アホンダラと言われたと思ったでしょ。まだ言ってないんですか。思って思いました。まだ言ってない、はい。今後言うのかなと思って。これ今何の説明されてるんですか。あなた商売やりたいんでしょ。やりたいですよ。ビジネスでしょ。そうです。投資してほしくて説明がしたいんですけど、うん、全然聞かないじゃないですか。聞いてますよ。聞いてますか。聞いてますよ。あなたお金の価値分かってますか、あなた。うん。お金の価値。いや分かってます。価値分かってます。分かってます。お金の価値。はい、お金の儲け方、お金の貸し方、借り方、分かってます？分かってます。それが分からないと社長はできないね。じゃ言ってみて、お金の貸し方、ね、儲け方、はい、借り方、はい、うん、言ってみて。いや違う、そのえ、いや言ってみて。いやだからその、いやあなた違うんです。全然言わせてくれないじゃないですか、ね、あなた今までじゃあ自分が手にしてね、はい、動かした一番大きなお金の金額、はい、言ってみて金額。いやまあその500万ぐらいですかね。は？それでどうやって商売やるの500万で。うん、いやまあ、はい、赤出しで商売やりたいんでしょ。500万使って赤出しで売りたいの。赤出しを売りに来たの。いやそういう話一切してないんですよ。赤出しっていう顔でやりたいんでしょ。顔も言ってないんですよ。何を言ってるのかさっぱりわからん。我々に赤出しは私の赤出しを何とかしてくれって言ってますけどね。そのプレゼンの仕方がね、非常にはね、気持ち悪い。気持ち悪い。いや、その。そんなもんね、あなたビジネスになってないじゃないですか。どうビジネスするの。いやいや、その、だから、発狂で困ってる人。1000万でしょ、1000万以上でしょ。あなた1000万以上か。1000万以上よ。投資してほしいんでしょ。はい。あなたみたいなね、赤出しで1000万商売したいっていう男がね、どう動かすんですか。発狂っていうのでなんで赤出しになるの。だから発狂味噌でしょう。いやそれ名古屋に行くのでしょうか。名古屋来るの。発狂味噌、赤出し、発狂味噌、赤出し、繰り返される虎の攻撃、そしてついに。ああ！何ですかそれは。すいません、ちょっと今ので、何ですか今のは。あ、ちょっとすみません。それで商売したいの。商売できるの。話をちょっと聞いてほしいので、そのあれですよ、ちょっとね、本当聞いてほしい。それで発狂味噌。いや今ちょっと発狂仕掛けただけで。名古屋に行くの。テープレコーダーみたいですね。小学校のお絵かきよこんなもん。いやそれ街歩かれへんで。いろいろ市場調査をした結果をそこに書いているわけなので。これはあれかね、お弁当かね。いや円グラフです。お弁当の仕分けでしょ、これ。お弁当。いや、円グラフ。仕分けでしょ。その、ここがご飯なわけでしょ。違いますよ。その、離婚の。一番開いてるところがご飯ね。ああご飯ね。ここがそぼろ。違いますよ。そぼろ入れるの。そぼろ。離婚の原因の1位、2位、3位を書いてるわけです。ここに発狂味噌ね。違います。発狂味噌が欲しい。発狂味噌。唐揚げ入ってる。いや、唐揚げとかじゃなくて、発狂することで離婚したり。唐揚げ入ってないって結局誰よ。唐揚げも入れないでね。油分はどうすんの。油分がないと栄養にもならないよ。油を抜いたらいいってわけじゃないんだよ。いやそうでしょ。みたいなものが唐揚げは入ってるの。あなたがね、弁当箱じゃないんです。だからあなたがこれでね、商売したいとね、いうのは非常に絵空ごと。シナチク、シナチク入ってる。いや、シナチクも入ってないんです。それはその発狂することで。シナチク入ってたら結局だよ。寝てみる夢みたいなものね。いやそれはこと、あなたが言ってることは夢ね。いや私はこのサービスで大々的にこう発狂代行することでお金をどんどん儲けていきたいんですよ。これは赤出しなの。赤出しの話はしてないんですよ。だから赤出しで行きたいんでしょ。
赤出しで行きたいわけじゃないんですよ。発狂をサービスに変えたいんですよ。赤出しで行くならまあ出しますよ。赤出し行くならまあ出しますよ。いや、赤出しのサービスはもうプランにないので、あなたの赤出しちょっと見せてもらわないと、うん、私はわからない。もう何を言ってるのか。あなたさっきからずっとここに来てもうね、20分、吉田さん20分ぐらい経ちますね。そうですね。もうずっと何言ってるかわからない。いや、何がやりたいの。私はこれはいつ売りたいの。これは夏、せっせっせーのひょいひょい夏ってこと。いや、あの、これはもう一年中売りたいサービスなので。リングサイドですわね、リングサイドの名漫才、うん、浮世絵リングサイドという人の漫才ってこと。いや、せっせっせ爆弾ゲームですわ。説明をしてないんですけど、せっせっせのよよよい夏ってこと。顔面に叩かれてましたわ。ピンとするってこと。え、聞いてますか。爆弾ゲーム、爆弾、爆弾なのこれ。爆発するの。爆発する。爆発もしないですよ。爆発するならもう あかんですわ。爆発するわけね。爆発はしないです。だからちょっと爆発って 大変なことよ。どうするの爆風は。爆風で爆発するっていうのは一切言ってないので。爆風でどうお金儲けしたいの。お金儲けをどうしたいの。ん、爆風でどうお金儲けをしたいの。爆風、それなりの耐久性がいりますわ。どこで爆発する。爆発って言ってないので。どこで爆発する。いや、どこでもしないですよ。それは爆風が。爆風スランプってこと。パッパラ可愛いでしょ。うん、そのさっきあなたが言いたいのはパッパラ可愛いってことでしょ。パッパラ可愛 い一言も言ってないのに。まあ、バーベキューわさだっていう線もある。バーベキューでやりたいの。わさだなの。はえ、わさだりたいの。ちょっとバーベキューでわさだりたいってこと。わさだりたい。だから1000万以上も欲しいってこと。わさだが1000万。いや違う、中野でいいの。じゃあ中野、中野の首が細くなってもいいの。あの人近くで見たらヘチマみたいな顔してる。首細いんだから。ちょっと首細いんだから聞いてくださいよ。つくしみたい。真面目に。そうでしょ、肩からつくしが出てるわ。ちょっと本当に真面目に私喋ってるので。その言ってくださいよ、真面目に。だから真面目に私も聞いてるよ。でも何を言ってるかもうさっぱりわからない。わからない。他の社長わかるのかな。いや、だからその説明をね、丁寧にしますと、奥さんからずっと詰め寄られて発狂しそうになる。 で発狂味噌。いや、もうちょっと先まであるんで。どこに行く。まだ非常にね、あなたが言ってることはね、浅い。非常に浅い。まだちょっと本当ちょっとしか喋れてない。それが人間性。やっぱり私はね、あ、こいつ面白いやつだな、こいついいやつだな、面白いな、そういうやつにねお金を出したい。うん、そうですね。人間に惚れないとね、お金は出せない。いや、あなたはね、非常にね、いうことは浅い。商売が分かってない。ごめんなさい。赤出し行くの。私はごめんなさい。赤出しはちょっとそういうプランがないので。赤出し行かないならもう私は。社長はね、赤出しで行くなら投資してもいい。でもね、私はもうごめんなさい。赤出し行くなら2300出しますわ。いや、赤出し、いや、そのプランがないので、その赤出し発狂の方で行きたいので。発狂味噌。発狂味噌じゃないんですよ。だから名古屋行くの。あの、それです。それ発狂、それ今の、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 今のでやりたいの。今のを使ってやりたい。それどう商売にしたいの。それお金がどこから湧いてくるの。だから今のでどうお金が動くの。うん、発狂せずに済んだ人が。え、ちょっとわからない、言ってること。赤出し、どう赤出しになるの。でギャーギャーって言いましたね。あなたギャーって言いましたね、はいはい、ギャーって言ったのでどうお金が動くの。やってみて、今やってみて。わーってどうお金が動くの。お金がこう入ってくる。わーギャー。それは何、なんでここ入ってくるの。その発狂せずに済むわけですよ、こっちで発狂してるから。それでそのからくりで、その利用してくれた人がこうお金を振り込む。うん、誰が振り込むの。その発狂しそうだから、ちょっと発狂サービスを利用して近くに待機してる発狂スタッフが発狂することによって。待機してるスタッフも発狂してるんでしょ。発狂してます。全員発狂してんの。全員発狂してますでしょ、はい。でその時に利用者が発狂せずに済んだので、あの離婚を回避できてお金振り込むっていう。誰がお金振り込むの。
その利用者の人にスタッフもうわーって言ってるんでしょそんなスタッフもわーって言ってスタッフもはいそんなみんなギャーギャー言ってるところに誰がお金を振り込むの誰が振り込むのあ利用者は発狂せずに済んだので非常に分からないあなたの言ってること爆発はどうなったの爆発スランプ爆発とかそういうの言ってないんですか爆発システム月光ってことその月光を歌いたいの月光月光ってこと月光歌ってどうするの最後の月光ってこと月光だからその月光の話もしてないんですよ差し込むのは月明かりムーンライトおいっていうことを言いたいのんいやそういうことはもう本当にあれでしょだからあなたが言いたいのは、はい、ひどく扱った日のラブソングって言いたいんでしょ走ってても飛んでても何しててもいや何が面白いのそれで何が面白いのそれでひどく扱った日のラブソングって何が覚えてるどうラブソングなのそれが覚えてるのいや覚えてないどこがラブソングなのそれの私そういう話してないんじゃないひどく扱ったんでしょひどく扱った日がどうラブソングなのそんなもんね破綻してますよひどく扱った日のラブソングがちょっと本当にそういう話をしてないひどく扱っただけでねあなたお金儲けできるならみんなやってますみんなやってるよひどく扱った日だけなんですから、うん、ただひどく扱っただけでしょそれでラブソングしてあほんだら言いますわこんなもん、いやまあまあそのだから言ってないまだ、はい、あほんだら言いますあほんだら言いますわ吉田さん、はい、私芸能界のことね、はい、よくわからないんだけど、はい、ひどく扱っただけでお金儲けできるわけ僕はできないと思いますひどく扱っただけでしょ、はい、どうそれがラブソングになるわけ僕にもわからないですこの人が言ってることはねよくわからない私は扱ったのひどくいや扱ったんでしょ、まあ、なかった扱っただけでしょ熱くないんですよ熱くないんでしょひどく扱っただけで1000万以上欲しいってことでしょひどく扱っただけで1000万だったら誰もが1000万もらえる誰もがひどく熱いんだから今の夏は誰もがひどく熱いのねもう今年なんか何度行くの今年なんか何度行くのオリンピックもあるかどうか分からないけど毎年毎年上がってんの温度は36度40度もう当たり前今ひどく暑いんだからそうでしょひどく暑いんですかいや暑くないですよ暑くないんですよじゃあ話になりませんわいやひどく暑かったら話になりますよビジネスの話をひどく暑かったら話になりますよいやひどく暑かったら300万出しますまずひどく暑くないとねラブソングにならないのあの人たちが言ってることそうビジネスになりませんビジネスの話それがビジネスにならないそれをビジネスにしたいんでしょひどく扱ったんでしょあんた あなたがねひどく扱くないって言うんだったらもう初めからビジネスにならないわけならないですわ破綻してますわひどく扱いんだからみんないやそのラブソングの話をしてるわけじゃないあなたはどうなのひどく扱ったのいや熱くはないですよじゃあ話になりませんわいや関係ないでしょそれは吉田さん、はい、私あの芸能界のことはね、はい、あの全然わからないわけ、はい、あのわからないんだけどこうひどく扱っただけでね、はいヒットするなんてことあるわけ僕はないと思いますそのひどく扱ったあの他の名曲あるわけ、はい、ないですねそれはな商売にしたいってことでしょいやそうじゃないんですねできるなら出しますわあなたが言ってることは、ねうん、よくわからないわからんですわ、うん、非常にねあなたあの一生懸命時折笑顔でね笑顔でプレゼンしてますけどね帰ってほしいもう帰ってほしいいやごめんなさいお時間です、この時点で希望金額に達しなかったのでノーマネーでフィニッシュですお帰りくださいどういう発狂発狂はどういうのあなた、ドラクエのバーサーカーっていうやつでしょ、それ、その動きは。あ、バーサーカーですか。バーサーカーじゃない。そういう動きですよね、今のは。盾持ってる。うん、盾持って。ね。斧持って。斧持って。発狂しただけなの。あなたみたいな経験値の低いモンスター倒しても、クソにもならないんだから。薬草もいりません。ホイムもいりません。そのダメージがないんだから、こっちは。あなたみたいなものが来ても。一撃で倒せるからダメージがないんだからこっちからしたらバーサーカーではないんですよバーサーカーが一撃来たところで私、ね、バーサーカーじゃないの何も使わないんですよ魔法に弱いんですわあなたバーサーカー弱いかもしれない魔法に弱い打撃に強い
魔法に弱い。魔法の耐性もっと持ってください。魔法の耐性。なんで呼び止めたんですか。魔法耐性。魔法の耐性をもっと持ってください。次回は来る時があれば魔法耐性を持ってください。聞いてましたか。ごめんなさい。な、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 だぎ、チャンネル。私からは以上です。あと、チャンネル登録だけですよね。お願いしたいのは。私からは以上です。あと、チャンネル登録だけですよね。お願いしたいのは。